畑をさらに広げたいんだが、水やりする手が足りねえ。水タイプの技を覚えたポケモンがいたら貸してくれないか？返してくれる？それ。次なる調査対象のエリアは天眼の山麓。時空の裂け目に近い場所のため、どのような危険があるか想像できない。じゃあ山の結構上の方ってこと？次なるエリアに向かうのであれば、団員ランクは四つ星以上。ポケモンを進化させるなり、道具で疲れさせ動きを鈍らせるなど、図鑑タスクをこなし、ランクを上げろ。研究室の黒板の依頼メモも見ろ。危ない山登り、図鑑タスクをこなすことで団員ランクを四つ星にする。あとどれぐらい？2100ポイント。どんなもんなんかよくわからんな。まあ頑張ろう。待って、とりあえずさ、今の、あ、でもそっか、図鑑タスクか。じゃ関係ないよね、サブは。とりあえず、違う。サブをこなしていきながら、任務リスト。ムックルの図鑑は完成してないんかな？かわいいムックル。ムックル。開く。ムックル。全然完成してないね。じゃあとりあえず、私ムックル、一体も倒してないん？マジで？捕まえとるだけ？じゃあムックル倒してこよう。ムックルひたすら倒そう、ちょっと。あとさ、ちょっと私、髪型を変えたいんだけど、なんかこの髪型やったらさ、多分ワンピースとか、あのスカート系の格好やったら似合うと思うんやけど、この格好にはなんかただただおばさんっぽくしか映らんような気がするんよね、このレトロな髪型。あれ？どうしたの？こんなところに。これというのが思いつかないんだよな。お、いいところに。何？最初の独り言みたいな感じでずっとこっち見よったけど。助けてほしいんだ。新しい髪型を開発したくてさ。ふんふん。しかもポケモンを参考にしたいの。今思い描いてるのはムーマ。いや、ムーマはムーマやけんいいんであって、あれを人に反映させたらただの爆発頭にならん？ムーマをじっくり観察できたらすごい髪型ができるはずだよ。違う意味ですごい髪型になりそうやけど。ムーマ、可愛いけん好きやけどね、私は。ムーマを捕まえたら私に見せてくれよ。ムーマってまだ見たことないよね。サブニーム59、ムーマのなびく髪。それはいいんやけどさ。髪。ちょっと寄っていく？私がいい感じにするよ。あ、ここ日夏がやってくれるんや。じゃあ髪結いをお願いします。じゃあついてきて。新しく髪型増えたりせんのかな？あ、もうおばあちゃん休めとんやね。ほら、座って。ちゃんとカットできるんすか？どうするの？そっか、合わせるだけじゃダメなんやね。へ、丸刈り。中分け？中分け？七三。二つ結いやったらさ、もうちょっと私、髪の毛長くしてほしいんよね。髪の毛をもうちょい長くしてほしいよね。これ短すぎるような気が。いや、でもこれでいっか。これで、髪色を、紅色にしよっかな。あ、桃色でもいいんやけど。いや、紅でいくか。待って、他。いや、違うな。うん。よし、二つ結いでいくわ。うん。これで。お願いします。これどうしたらいいんですか？決定。はい。お願いします。わかった。じゃあ始めるよ。張り切ってる。いい感じ。かわいい。
完成。あんた最高だよ。ありがとう。またおいでよ。私も腕を磨いておくから。あれなんやね、呼び込みとかはせずに軒先に座ってるんすね。あー、もうなんかさっきまでの髪型と比べてすごい若返った感超若返った感があるよ。よしよし。で、さっきそこにね、ちょっとマークがついてた人がいたのが気になるんだ。そっちじゃない、こっち。どうしたもんだか。このままでは小松に格好悪いとこを見せてしまう。あんた調査隊だよな。どうした？そうだ、調査隊ならぴったりだ。調べてほしいことがあるんだよ。息子と始まりの浜に行くんだよ。お化けが出るって噂の。でも息子はお化けが怖いんだ。そんな噂のあるとこに行かなければいいんじゃないのかい？行かなければいいのだが、そういうわけにもいかねえらしい。おう、ちゃんと会話ができている。でもほら、怖いままじゃかわいそうだろ？息子が。え、本当は、おじさんが怖いのでは？だからお化け克服のために、お化けについて学ぼうと思うのよ。お化けと呼ばれるポケモン。特にゴースについて、アンタルで分かったことを教えてほしいんだ。頼んだよ。サブ任務64、お化け嫌い克服のために。ゴースか。ゴースは完成してなかったんかな。一応ポケモン自体は捕まえとるよね。アンノーンじゃない。アンノーンじゃなくて。ゴース。ゴース。研究レベル7か。ムックルと一緒やねん。なるほど。あれなんかな、時間経過でこうやって受け入れるサブ任務が増えてきよるってことなのかな。前まで確実になかったところでサブ任務が発生したんよね。どうもおじさん。おう、あんた調査隊だな。ちょうどいいところに来てくれた。畑をさらに広げたいんだが、水やりする手が足りねえ。水タイプの技を覚えたポケモンがいたら貸してくれないか。返してくれるそれ。サブ任務42、水やりをする相棒を。畑作隊の稲さんに水タイプの技を覚えたポケモンを貸す。ちゃんと返してくれるんよね。じゃないとさ、必死でここまで育ててきた。いや、捕まえたばっかりのポケモンはとりあえず渡せばいいかな。はい、どうぞ。玉ざらしを。じゃないとめっちゃ一生懸命育ててきてさ、ここでなんか取られたまんまやったら悲しすぎるけん。あんたのポケモンのおかげで畑を広げられるぜ。うおー、畑に水が行き渡る。勢いに乗って畑を増やしちゃおう。おー、マジで？こうやってここも開拓されるわけやね。できたぞ。見てくれ。あんたらのおかげでいい作物が育ちそうだ。ここはなんか畑で使えるってことなんかな？わざわざ増えたってことは。この子にはもう少し畑作業を手伝ってもらうよ。畑の水やりができる他のポケモンと交換するときは声をかけてくれ。ほら、やっぱり連れてかれる。交換ができるとはいえ。サブニーム42、水やりをする相棒を達成。農場の畑が増えたね。まあいいよ、その玉ざらしは持っていきな。捕まえただけで私別にその子レベル上げてないけん。そのまんまで。これさっきのおじさん？尻尾なんだなぁ。何がだい？雲の形？はぁ、なんて素晴らしい尻尾だったんだろう。小柄なのかな？岩に隠れて尻尾しか見えなかった。叶うならあの尻尾をまた見たい。どうした？なんか変態っぽいよ。バネのように渦を巻き、しなやかに動く尻尾のポケモン。お？もし捕まえたら見せてくれ。俺を用意して待ってるよ。ニャルマーのことかな。サブ任務41、しなやかな尻尾。村人のアサベにバネのように渦を巻いたしなやかな尻尾のポケモンを見せる。一瞬なんだ、バネブーやっけ？あれかなと思ったけど、あれ尻尾ではないもんね。バネやもんね。多分あっとんじゃないかな。バネのように渦を巻いたしなやかな尻尾のポケモン、見つけてくれたのかい？ニャルマーじゃないかい？どや？まさにこれ、しなやかに動く尻尾。くるくると巻かれた尻尾の立体感。木の葉が舞うように不規則で相手を翻弄するような動き。なんて素晴らしい尻尾なんだ。にゃーい。
ああ、怖いも可愛い。僕に心を許してくれたのかな。どうしよう。ポケモンは怖いけれど、このことなら一緒に暮らしても。何勝手に持っていく気もうまいやねん。うわぁ、引っかかれた。僕にはまだ早すぎるのか？にゃいニャルマーを、尻尾を見せてくれてありがとう。よし。君と相棒のように、僕もいつか尻尾のポケモンと仲良しな関係を築くぞ。尻尾なポケモンってなんだ。これでしないかな、尻尾達成。これは別に連れてかれたわけではないんよね。ちゃんと回収されてるね。うん、オッケーオッケー。ポケモンの尻尾、いろいろあるよな。形や動きを見てるだけで楽しいよ。尻尾フェチなんすね。なるほど。そういう人もいらっしゃるのね。可愛いけども。退屈ね、何か起きないかな。そんな物騒なこと考えないでくれるかな。いや別に事件が起きてほしいわけではないかもしれんけど、そういう感じに聞こえるので。尾びれが2枚のポケモンみたいな。ポケモンに詳しいんだってね。尾びれが2枚あるポケモン知ってる？尾びれが2枚あるポケモン？全然わからないんだが。2枚の尾びれを左右に揺らし、ひらひらと泳ぐポケモンがいたの。一目見て虜になったわ。今度は近くでじっくり見たいの。尾びれを2枚持つポケモン、捕まえてきて。誰？トサキント？わからねえ。え？ 2 枚の尾びれを持つポケモン。間違えた。ん？なんか未報告タスクが1個あるよ。何？何の報告？2枚の尾びれ。ここだけ見てもなんかよくわからんけど。でも多分おらんよね。フローゼルか？もしかして。いや、違うか。違うか、それは。尾びれとは言わんよね。尻尾よね、あれは。じゃあ多分、いないでしょう。よし。ちょ、なんか未報告タスクがあるっぽいけん。それを、報告しておこう。ガーガーガー。はい、外に出ます。それじゃあ、ちょっと水タイプのポケモンとこ行きたいけん。グレンの湿地？行きましょう、湿地ベースへ。んで、報告を。ポケモンの調査が進んだようですね。報告をお願いするのです。何？報告って。ふんふん、なるほど。得られた情報で図鑑を更新します。EV。発見されたばかりのポケモン、現在調査中。あ、見たけんってこと？餌をあげた数。そんなのもあるのか。これからまだ調査を続けますよ。まだやってきたばかりなのでね、私。違うな、ここじゃねえな。ここじゃねえな。え、待って。どこから？これか。これで？あ、ここやね。群青の海岸。ね、私、群青の海岸に行きたいんですけど。あ、とりあえず、一旦村に戻ってからじゃないといけんってことか。めんどくさいね。いや、私前のさ、なんか、落ちとった、キノコとかのやつで報告したんかな？任務リスト。サブで、ブイゼル、キノコよす。あ、これ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 。これ報告せんと。誰？マサヒコ。マサヒコ誰？村ではないのか。え、どこだ？これで見てもよくわからないんだが。ここかな？村で依頼を受けたんやと思っとった。違ったんか。これは私が
けて別のやつよね、きっと。何にも、あ、これか。あ、君だね。いたいたいた。はい。おお、これはまた上等なもちもちキノコ。僕の目に狂いはなかった。君にはキノコ狩りのセンスがある。もちもちキノコは繁殖力が高く、原野のそこら中でよく見るキノコ。煮てよし、焼いてよしの優れもの。では早速レシピを教えよう。キャンプのクラフト台を借りるぞ。なんだか美味しそうな音が聞こえてくる。キノコエス様ができたぞ。ポケモンに大人気なんだ。使い方は簡単。ポケモンに向かって投げるだけ。キノコが好きなポケモンの気を引くから、その隙に逃げるもよし。もちろん捕まえるのもよし。人間用じゃなかった。寄せ玉の元を5個あげるから、早速作るといい。ありがとう。残念、寄せ玉の元はいっぱいでこれ以上持てない。キノコ寄せ玉でポケモンを寄せまくって、レシピを有名にしてくれよな。キノコ寄せ玉の広告塔を達成。持ちきれない寄せ玉の元は5個道具箱に送られた。あ、まあ、一応自分のものにはなるんやね。よかった。得られんまんまかと思ったよ。んで、あとは、草原の音色。咲いて閉じて。この辺も完成させんといかんのよね。ポケモンこけし。赤い火の玉。赤い火の玉全然見かけんのよね。どういうことなんやろ。ともし火。仲の良さ。仲良しなポケモンを見せてほしい。これそろそろいけるんじゃない？いけんかな？いけんかな？とりあえず、戻りましょう。これは村やったかな？そろそろ時間も経ったけん、仲良しになったのでは？多分前に受けた段階では、まだ結構初期の方やったと思うけん、まだまだちょっと一緒に冒険もしてなくって、そんなに懐いてなかったかもしれんけど、今回はいけるのでは。え、君かな？ポケモンと人、きっとこいつや。懐き具合とかちょっと見れんのかな、どっかで。特にわからん。とりあえずレベルの高い子たちを、君とポケモンの仲良しの姿を僕に見せてくれ。懐き具合わからんね。爆粉。どうや。どうすかね。最終形態まで来て、お、釣られて笑顔になったよ。とてもいい仲のようだね。おばあちゃんも君たちのようにポケモンと心通わせていた。僕はそばで見ていたから人とポケモンの相性がわかるんだよ。よかったらこれからもポケモンを見せてほしい。君とポケモンとの相性がどれほどのものか教えるからさ。お、ここで相性というか仲の良さがわかるってこと？懐き具合。仲の良さを見せてくれ、達成。よし。間違えた。んで、あとはクリアできそうなのは、結構溜まっとったね、クリアできそうなやつ。苦い葉っぱ。グレンの湿地にいる蜜葉のポケモン、あ、そっか。違うね。美しい花。ロゼリア。ほとぶき村でコダックの頭痛に効く薬の情報を集める。え、これは？情報を集めるの？ん、でもあれはあれよね。あ、違うのかな。あのマークは別のやつな気がするけど。薬の情報を集める。ね、あれは多分、別の人だと、思うのだけど。頭を抱えたコダックたち。いや、やっぱここなんか。このマークっぽいね。お？こっちか？救護室っぽいけんこっちやね。あれ？なんかマーク消えた？あ、こいつか。コダックの頭痛に効く薬を探してるのかい？
それならこれ、私の故郷に伝わる秘伝の薬だよ。なんか目に光が宿ってないけど大丈夫？アイナは秘伝の薬を手に入れた。秘伝の薬、どんなポケモンでもたちまち元気になるすごい薬、丹波の薬屋で作られる。どんなポケモンでもたちまち元気になるすごい薬だよ。コダックの頭痛だって治しちまう。お、これで、あとはもう渡せばよいだけですか？あれどこかしら。これは、あれか？外？村の外やったんかな？今までためにためた砂漠絵を一気に消化していく私。図鑑はまあそのうち埋まるでしょう。これか？なんか結構遠い気がするな。ね、だいぶ遠い気が。これやろ？混合集落、あ、移動できるわ、よかった。あの人か。はい、薬持ってきたよ。コダックの頭痛を治せる薬を見つけてくれたの？早速使わせてね。お、頭抱えんくなった。よかった、コダックたちすっかり元気になったみたい。薬を探してくれてありがとう。銀河団って想像より怖くないかも。だって赤の谷に私を助けてくれるんだから。全然怖くないよ、特に私。秘伝の薬だっけ？銀河団ってすごいね。今度寿村に行こうかな。ぜひぜひ。頭を抱えたコダックたち出せい。え、いなくなったんですけど。何？どこかに消えた？家の中に入ったんかな？え、いないぞ。え、ま、あ、いた。え、かわいい。何？ 3 匹でまとめて、同じベッドで寝よん。そこはさ、バラバラじゃないの。銀河団の人間がバサギレを力で沈めたとか、神王様に怒られないかしら。へえ、やめてよ。怒られるの、私。席も大変よの。神王様の姿を見たこともなく、声を聞いたこともないのに、おさなんてできるのかい？まあ、一応、務まってるから大丈夫なのでは。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターをフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、またレベル上げでもしながらね、図鑑タスクもこなしてちゃんと四つ星に上げれるようにしとこう。四つ星よね、次。